ゼロシリーズ20周年マルチプラットフォームでよみがえる和風ホラーの金字塔人には見えないものが見える小塚田優里は神隠しにあった人たちの影を追ってかつて霊場として崇められた氷上山へ足を踏み入れる。次々に襲い来る霊に対抗できる唯一の手段はありえないものを映すカメラ、遮影機。死の山、幽魂、神隠し。3人の主人公はそれぞれの思いを胸に氷上山に秘められた儀式の謎に迫っていく。美しき恐怖、再び。ゼロ、濡れガラスの巫女。フォトモードやコスチュームを追加して2021年発売予定。